さあ、マゼ峠に入りました。ここからはずっと登りです。埼玉の逆襲、埼玉リレー部の藤田です。今日は3人目の走者として池田さんからバトンを受け継いだので、今日は頑張っていきたいと思います。11月6日に開催を控えたツールドフランス埼玉クリテリウムと、埼玉県全体を応援すべく63市町村を自転車で巡り、番組からのプレゼントと各市町村の特産品を物々交換していく自転車の旅。今回は埼玉市に本拠地を置くプロロードレースチーム埼玉リレー部から藤田亮平選手が第3走者として参加。前回までに走破した市町村は25カ所、走行距離はおよそ175キロ。今回藤田選手はアップダウンが激しい山間部も含む12市町村、行田市から横瀬町までの145キロを駆け抜けます。今日はちょっと風が強いですね。すごい涼しげでいい感じです。あっという間に最初の目的地、日本一暑い町熊谷に到着した藤田選手。人生初、市役所との物々交換交渉です。この番組から T シャツをお配りして、はい、で代わりに物々交換ということで、何かその名物のものをいただきたいという企画なんですけど、はい、よろしいですか？はい、大丈夫です。はい、お願いします。はい、でまず T シャツ、熊谷 T シャツですね。はい。そしてこのポスターもお渡ししたいと思います。はい、ありがとうございます。交渉は見事成功。熊谷市の特産品をもらっちゃいましょう。埼玉三大銘菓で100年フードに認定された五家宝と、あとこちらがラグビータウン熊谷のキャラクターのスクとマムです。市のキャラクターになります。あ、市のキャラクターなんですか？はい、ユニフォームを着せてますよ。あ、なるほど。初の物々交換は無事成功。次の目的地に向かいましょう。熊谷市は文化、伝統、スポーツが楽しめる街です。国宝に指定されている見沼正殿山の本殿、勧義院正殿堂をはじめ、関東一の祇園と称される熊谷うちわ祭りや日本桜名所100選の熊谷桜堤が見どころです。熊谷市を拠点にラグビー、野球、女子サッカーなど様々なプロスポーツチームが活躍しています。暑いだけじゃない、魅力あふれる熊谷市にぜひお越しください。いや、相変わらず向かい風が強いですね。向かい風の時、楽に走る方法ってあんまりないんですけどね。強いて言うなら、ちょっとこう前傾姿勢で空気抵抗を減らすってことぐらいしかないんじゃないかな。あとやっぱきついんでね、ちょっと踏みすぎちゃうと疲れちゃうんで、その辺を気をつけた方がいいと思います。そんなアドバイスをしながら到着した次の目的地で、藤田選手を待っていたのは。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。暑かったでしょ？暑かったですね。やっぱ熊谷なんで。ということで、待ち構えていた玉やんと深谷市役所にお邪魔しました。ちょっと待って、藤田選手。あれ、ビビルさんのサイン。あれ、ビビルさんのサインが、あれ、ちょっと日付にするになってます。20年11月14日11月14日といえば何の日ですか？え、何の日？埼玉県民の日ですよ。そうなんですね。県民の日に来てる。実はあのね、2年前の県民の日に、横島市長がね、うん、あのうちの特番に、逆襲の特番に出演に来てくださった時のサインですね。それでは本題の物々交換に行ってみましょう。見えたぞ。あ来た。あ、すごい。なんと深谷市のイメージキャラクターふっかちゃんと、武将畠山重忠をイメージした重忠くんが駆けつけてくれました。それではふっかちゃんと物々交換して特産品をいただきます。2024年に新一万円札の肖像にも選ばれている渋沢栄一も愛したと言われている二宝刀になります。
他にも重忠くんのハンカチとアクリルスタンド、最後にふっかちゃんのぬいぐるみもいただき、皆さんに見送られながら次の目的地に向かいます。ふっかちゃん、重忠くん、そして2024年新一万円札の肖像に決定している深谷出身渋沢栄一、これらのキャラクター、人物を感じられる場所などを紹介いたします。ふっかちゃんミュージアム、場所は花園の道の駅2階にあり、たくさんのふっかちゃんグッズの販売をしています。畠山重忠公史跡公園では重忠の大きな銅像が見ることができ、渋沢栄一記念館は講義室で渋沢栄一アンドロイドによる講義をお子様から大人の方まで楽しく講義を受けることができます。5月にオープンを迎えた深谷テラスパークにはふっかちゃんの公園やジャブジャブ池などがあり、お子様連れでにぎわっています。そしてなんと秋にはアウトレットがオープンしますので、ぜひぜひぜひ遊びに来てください。だいぶ風もマシになってきて走りやすくなってきました。あと交通量もね、さっきと比べてだいぶ減りましたね。天候にも恵まれ、順調に次の目的地三里町役場に到着です。三里町でもマスコットキャラクターのミムリンと一緒に物々交換です。当町特産品のブルーベリーになります。すごい大きい粒が。他にもブルーベリージャムやエゴマ油、ミムリンのぬいぐるみ、計4点と物々交換していただきました。三里町は埼玉県北西部に位置する人口1万人余りの町です。豊かな自然と田園風景が広がる美しい里の町、まさにビューティフルタウンです。三里町は夏に旬を迎えるブルーベリーの大産地です。6月上旬から8月下旬にかけて観光農園で摘み取り体験が楽しめます。また近年は生活習慣病の予防効果が期待されるエゴマの栽培にも力を入れています。三里町の観光情報は三里町観光協会のインスタグラムなどで随時発信中です。ぜひ三里町に遊びに来てください。軽快に進む藤田選手ですが、時間的に次の目的地が本日の最後になりそうです。はい、本庄市役所に到着しました。ところが市役所とは違う場所で物々交換をされたいとのことで場所を移すことに。すいません、暑い中一生懸命こいで、これでゴールだと思ってた。ということで、さらに5分ほど自転車で走ったところにある本庄レンガ倉庫で物々交換です。すごいお出迎えが、盛大なお出迎えでありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。本庄レンガ倉庫に来ていただいたのはちょっとお見せしたいものがございまして。本当ですか。少しちょっと奥の方に来ていただいてもよろしいですか。はい、こちらは陸戦車と申しまして、機能上世界最古の自転車とされているもののレプリカとなっております。江戸時代にですね、この地域出身の正田門屋という方がですね、発明をしまして、時の将軍、8代徳川吉宗にも献上されたとの記録が残っております。埼玉県は自転車発祥の地って書いてありますね。そうなんですね。そうですね、一応こちらが世界最古の自転車とされているもの。世界でなんですか、日本でじゃなくて。一応世界で、機能上世界で書いてあります。知らなかったです。今後どんどん行っていこうかな。そうですね、埼玉発祥なんだと思っております。行ってきます。本庄市からは名所や史跡をイメージした焼き菓子のセットと、埼玉の伝統手工芸品本庄かすりを使用したカードケースをいただき、さらに実は市内にあのガリガリ君を作っている赤城乳業さんの工場がございまして、今日ちょっとお持ちさせていただきました。差し入れにみんな大好きガリガリ君もいただいたところで、続きは翌日へ持ち越しです。はい、撮影2日目始まりました。今日はですね、コースルート確認したら、まあ、峠も含む、まあ、峠っていう15
15分ぐらいかかる上り、そういうのも含むので、まあ、かなり厳しいコースなんじゃないかなと思います。あと、まあ、長瀞とかもね、行くと思うので、景色も楽しみながら行きたいと思います。じゃあ、今日も頑張ります。2日目からは本格的な山道も増え、体力的にも大変そう。頑張ってくださいね。本庄市は中山道の宿場町の町並みや満開の千本桜を楽しめるサイクルルートがあり、市内の観光名所等にはサイクルラックが設置されているなど、気軽にサイクリングとちょい旅を楽しめる町となっております。本庄市や近隣町のサイクルルートや観光名所、サイクル設置場所等をまとめたサイクリングガイドブック、デイトリップバイペタルもホームページや市内の公共施設等で配布しておりますので、ぜひご覧ください。また先ほど交換した本庄かすりのカードケースや駅菓子のギフトセットは、本庄駅直結の本庄市インフォメーションセンターでも販売しております。他にも本庄市ならではの特産品などを販売しておりますので、ぜひ一度お立ち寄りください。とここで、せっかくプロの藤田選手が走っているので、自転車競技について質問してみました。走ってる時の食べ物とか飲み物ってどういうのを取ってるんですか？そうですね、今日は特に暑いんで、飲み物に関してはスポーツドリンクとか、そういうのがいいですね。あとボトル2本持ってるんですけど、1本は水にして、まあこう頭にかけるとか首にかけるとか、かけ水としても使えるんでね、水とスポーツドリンク分けて使うといいかもしれないです。まあ、食べ物はまあジェルみたいなゼリーだったり、あと補給食バナナがいいですね。バナナ超いいですね。